全国スーパーマーケット協会などによりますと全国の食品スーパーの3月の売上高は前の年の同じ月に比べて既存店ベースで7.4%増と前の年の実績を2か月連続で上回りましたおととし10月から前年割れが続いていましたが新型コロナウイルスの感染拡大で家で食事をする人が増えたことが大きな要因です花見の自粛などで、 惣菜の売り上げがわずかに減少したものの日持ちのするジャガイモや玉ねぎなど生鮮食品から日用品まで売り上げは総じて好調だということです。